暇ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋でございます。 T 隊長です。隊長でございます、はい、ストレートエニアグラム基本的本能編。エニアグラム本能センターの本能と違うよ、うん、っていうことで、うん、今日はあの基本的本能、うん、よくあの思考センター、うん、本能センター、うん、フィーリングセンターであるんですけども、その本能とは別の話、また別の話で、うん、今日はですねこのエニアグラム実践編をもとにお話をするんですけども、うん、この各タイプにおける3つの本能というのがあって、うん、人の行動の動機となる3つの本能がありますという紹介をされていて、それは自己保存的本能、性的本能、まあ、セクシャルと書いてあります、うん、あと社会的本能、ソーシャルと書いてあります。大体人はこの3つの本能があって、これ3つ本能がこれですっていうのじゃなくて、全てケーキの階層のように、うん、まあ、大きい、中くらい、小さいとか、うん、で全部備えてるんだけども、うん、まあ、どこが大きい、うん、ちっちゃいみたいなのがありますよっていうのがこの基本的本能編、はい、うん、この、まあ、僕の感覚的に、はい、この3つあってどこに目が向いてるかなって、自分の意識が、なるほど、うん、なのでこう自分はセクシャルだなっていう人はこうセクシャルに、自分がソーシャルだなと思ったらソーシャルに、ソーシャルの部分が出ている、のそこに目が向いてる、向いてる、ああなるほど、うん、だからこう欠落してるのをよく盲点とかっていうんですよね。だから目に入ってない部分が、ケーキの階層でいうと一番そこの薄い部分、うん、そうそうそう、こう自分でこう全然意識してない、意識してない部分、うん、っていうのをちょっと今日探っていこうかと、はい、うん、でまずこの自己保存的本能、うん、自己保存的本能というのは、まあ、ここにも書いたんですけども、物質的な安全や快適、うんうん、住居、健康、うん、お金とか、うん、そういった部分に多分生活に密接するところですよね、はい、うん、なのでこの周囲の環境が快適かどうかっていうことに目が向いているのがこの自己保存的本能、うんうん、でこの本によりますと、うん、この本能型っていうのにもそのエニアグラムと同じように健全度っていうのがあって、うんうん、自己保存的本能の人が健全度が下がっていくと、うん、目が向いているところに目が向かなくなる、向かなくなるという言い方なんでしょうか、うん、この、うん、それかまあ狂ってしまうのか、例えばその、まあ、食や安全、うん、健康とかに目が向いている人が落ちていくことによって、うん、今度その過食症になったり、うん、拒食症になったり、うん、多分目が向かなくなるので、はい、ここに関する興味がなくなる、はい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 、から本当だったら健康のためにもうちょっと控えなきゃっていうタガもなくなったりとかして、はい、過食に移る人はもうどん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 食べようとするし、そうですね、うん、この本能が歪め自分自身のケアがうまくできなくなるというふうに書いてあります、うん、だから自分の身をこうなんか正常に保たなきゃいけない、生活していくために健康とかも維持しなきゃいけないとかっていうところにもう意識が全く向かなくなるから、もう無頓着になって暴飲暴食したりとか、逆にこう食べなくなったりとかっていう、なんでこの、うん、まあ、盲点、今度はその落ちた人、うん、ここの自己保存的本能の人ではなく、うん、そこが盲点になっている人 も、うん、もう基本目が向いてないので、例えばその、うん、毎回食事はカップラーメンですとか、うん、自己ポッキーで十分じゃんみたいな方はちょっと自己保存的本能が盲点になっている、うん、だからこの落ちる、これ多分いろんな本でいろんな解説がされてるんで、はいはい、まあ、僕が見たやつは盲点っていう、多分落ちてるのを盲点って言ってんじゃないかなっていう。なるほど、うん、ここではそのなんでうまくできないって、その健康や食べ物のことに脅迫的に取りつかれる、うんうん、なんでまあ健康に取りつかれるともう食べないっていうことに取りつかれてる状態、うん、でそれ健康的じゃない、そうなんですね、うん、はい、もしくは食べ物に取りつかれるともういっぱい食べるっていう、だからそもそも健康にすごい気を使って過食ってないですよね、多分ないですね、はい、で拒食も逆にないですね、ないですね、なのでこうもともと多分拒食になる人が、まあ、ストレスなのか、うん、よくこうダイエットでとかもっと綺麗になりたいとか、はい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 、で綺麗になりたいとかっていうのは健康とかではないじゃないですか、どっちかっていうとセクシャルだったりソーシャル、うん、人からこう美しく見られたい、どう見られるかっていう、
でそっちばっかりに意識がいってこう健康を損なうまでのダイエットをしてしまう、うん、みたいなのがこうこの自己保存的本能に目が向いてない、まあ、落ちてるっていう。なるほど、うん、でこの性的本能に目が向いてる人っていうのは親密なつながりを求める、うんうん、強烈な刺激体験に惹かれる、うん、ちょっとなんかエニアグラムで言うとなんか7っぽい7っぽい雰囲気がありますけども、うん、自分を引きつけるものを追う、うんうん、なんでこの性的本能セクシャルと書きましたが、うん、まあ本によるとその対人と書いてる、うん、要は人との密接なつながりを求めるというふうに多分僕このセクシャル。なるほど、うん、なんでちょっと面白いのは、うん、そのまあ後で話しようと思ったんですけども、うん、タイプ Q 体調タイプ Q と言われていて、うん、タイプ Q って有利タイプなんですよね。有利タイプなのでその人から離れているっていうふうにちょっと思ってたんですけども、うん、この本能が対人、うん、対人で目が向いてるので、うん、基本人と話すのは全然人と話すのはだからこのセクシャルなのでこう例えば大勢の人がいた時に、はい、わーっと目立つことはしないんですよ。なるほど。あの人と仲良くなりたいと思ったら、はい、その人の近くに行ってわーっと喋ってるとか、はいはい、有利でも有利でもそう、 そうなんですね。なのでこう1対1を好む、はい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 、のでこう1対1であれば全然喋れるけどこうよくまあうちとかだと懇親会とかやるじゃないですか、はい、でこうよくこう隣の人とかずっと喋ってたりとかしてそうですねその風景よく見ます。そう、はい、でこうでそれも別にこういろんな人と仲良くしたければいろんな人のとこ行っていろんな人と話をしてる。確かにでも、うん、みんなの注目を集めて、うん一人で喋ってなんか明石家様みたいに話振って話振ってっていう感じではないですよね。一人ずつを転々としてる、はいはいはい、でそうしてるとこう結構いろんなところでこう盛り上がったりはするわけじゃないですか。で会が終わる時とかに一言どうぞって言うとスーッて いなくなりたくなるっていうなるほどそういうこの対性的本能、うん、だからこの同じ性的本能でもタイプ7の性的セクシャルの人と、はい、タイプ9のセクシャルの人では多分全然違うっていう。であと一つがその社会的本能、うん、ソーシャルって言われています、うん、人から好かれたい承認されたいですとか、うん、人といて安全であると感じたい、うん、これなんかちょっと6のところでちょっと言ったようなセリフなんですけども、うんうん、7、6って感じですよね、はい、社会的本能の人たちは、うん世界に受け入れられ必要とされたい、うん、社会から認められたいっていうところに目が向いているっていうことなんですね、うん、なんでそのコミュニケーションが一見上手なそうなんですけども、うん、この人たちは広く社会に認められたいと思っているのでこの性的本能の方とは逆に深くは別に繋がらなくていいんです、うんうんうん、なんでそんなに深いつながりは求めてないのかもしれません、うんうん、でこの人たちがその社会的本能の人が、うん、この落ちていくというか、うん、見えなくなっていくと反社会的に、うん、この社会なんてどうでもいいっていう面が出てきますよ、うんうん、これなんで欠けてる人も多分そうなんですよね。このそうケーキの層でいうと一番下にこの社会的本能がある人は、うんまあ、人からどう思われば別に関係ないしないっていう人たちは、うん、もしかしたらこの社会的本能っていうのが、うん盲点になっているのかもしれない。まあ、そう思いますね、はい、でこの人たちが例えばその、うんまあ、ある会場に行ってですね、うん、人がいっぱいいる会場に行って、うん、真っ先に気になるのが例えばその自己保存的本能の人は、うん、あこのとこに入ってきて、うん、なんか空調で心地がいいかとか気温がどのソファーが座りやすいだろうとかっていう快適な部分が気になる、うん、でこの性的本能の人がそういう場所に入ってくると、うん、どの人が一番力があってそうそうとか面白いことを話してくれるんだろう強烈な体験ができるんだろうっていう、うん、合コンだったらどの子が一番可愛いかな、はい、どの子と話す気が合いそうかなとか、はい、そういう、もう1対1のことを目指すみたいな、はい、でこの社会的本能の人が入ってくると、うん、やっぱ空気を見てですね、うんみんなの注目を集めたいですよね。どうここの中で承認を得ようかって場の空気を読もうとする、うん、多分私、うん、タイプ6のソーシャルどこまで行っても人の目が気にしてしまうっていうところなんですよね、うんまあ、でもそこも分かんなかったりはしますけどね。6だから6はもうそもそもそういうタイプじゃないですか、はいはい、でだからもしかするとセクシャルの6でこれは、うん、例えばその
僕の理解では、うん、エニアグラムのタイプっていうのは、うん、まあパソコンで言うとなんか OS みたいなもので、うん、なんかそのプログラムされた動きみたいなものなんですけども、うん、この基本的本能っていうのは、うん、なんかどっちが上とか本能が先でタイプが下みたいなのはあるんですか？うんと、多分 100% どういうふうに区切るかって話、はいはい、3つあって、なのでちょうどぴったり割ってると 33.3% みたいな感じで、はい、やると多分バランスよく全部揃ってる、はい、だけど人によってはこう 90% セクシャルでみたいな、はい、残りの 9% がソーシャルで残りの 1% が自己保存みたいな極端な例もある。それはタイプよりも色濃く出るものなのか、うん、タイプの方が混じり合ったものなのか、タイプを基本としてそこがこう入ってくるイメージ、はい、なんか混ざり合った感じ、混ざり合った感じなので、うん、タイプ1の自己保存とタイプ2の自己保存は同じ自己保存でも現れ方が違う、現れ方が違うという感じだから、こうセクシャルってタイプ7の特徴っぽい感じじゃないですか、はいはい、で7の人はもうそもそもこういう特徴を持ってる。そうですね、そう、で7の人の自己保存でもある程度こういう親密なつながりを求めたりするわけですよ。なそうですね、そうすると他のタイプの人から見るとあこの人セクシャルじゃないかなって思ったりするけど、はいはい、実際はこっちなんだよみたいな。でその辺の細かいところはまたタイプごとに、タイプ1の自己保存の人はこういう特徴がありますみたいなのはまた別の動画でやっていけれたらなって。あ、そうですね、うん、で私で言うと、うん、多分この社会的本能なんだろうなって思うんですけども、うん、若干多分セクシャルも入ってるのかな、うん、ただ認識してるのは、うん、自己保存的本能っていうのは明らかに欠けていると思っていて、要は片付けができないとか、うん、だから僕がこういろいろこう勉強した中で、はい、聞いた中で言われたのは、はい、盲点を気をつけましょうって、高いところは別に気にしなくてもやってるから、やってるし、はい、別にこれが高いからいいとか悪いとかっていうのは全くなくて、良くないのは欠けてるところが良くない。いや、欠けすぎてると、欠けすぎてると例えばこう身の回りのことに無頓着になりすぎてみたいな、破産してしまったりってこともありますよね。なのでこう欠けてるところがを知ることが重要で、はい、そこを気をつけましょうって話なんで、まあ、特に自分がセクシャルだとかソーシャルだとかっていうのは特に意識しなくてもよくて、なるほどなるほど、逆にこう盲点に入ってる、はい、落ちてる、はい、みたいなところを意識しましょうみたいな。なるほど、はい、で私が多分、うん、こうやって今、うん、動画でよく上げてるんですけど、うん、20キロのダイエット、はいはいはい、成功したのも、うん、そここの自己保存的な何を食べてるかとか、うん、だから今までこう全然意識してなかった、無頓着だったところにこう意識をして、はい、そうやって生活習慣を改善するとこんなに良くなるよ、良くなるよっていう、まあことなのかもしれないですね、うん、なんでその前また違う動画でも、うん、なんかその引っ込み思案を直そうみたいな話をしたんですけども、うんうん、この引っ込み思案っていうのはもしかしたらこの性的本能、うん、人との強いつながりを持つっていうところが、うん、もしかしたら欠落している、欠落、まあでもここ欠落してると多分意識がいってないんで、はい、誰かと仲良くしようっていう意識が足りない、うん、ことによって多分孤独になってるみたいな、うん、で孤独を何とかしようと思ったら多分こういうセクシャル的なところをちょっと意識する、例えば、うん、よく本で書いてあるのはなんか目を見て話しましょうとかっていうのはよく書いてあるんですね。そういうだからなんか人と仲良くするために、はい、この人と仲良くしようみたいなことを意識して目を見て話すとかっていうのはなんかコミュニケーション大切じゃないですか。あとはその自己保存が強いと、うん、まあ、自分になってしまうので、うんうん、まあ、そのソーシャルのようにちょっと周りに目を向けましょうとか、うん、自分ばっかじゃなくて人のことも考えましょうとか、うん、なのでこう多分どれも必要なことなんですよね。だから欠けると良くない、バランス、そうそう、ここは多分もうバランスでいいですね、バランス、はい、なので自分が欠けてるなって思ったところをちょっと意識して行動していくと少し生活がっていうか環境が良くなる、なるほど、っていうものがこの本能かなって。これが基本的本能、うん、基本的本能、よく本能のサブタイプ、サブタイプ言われてますよね、エニアグラムでは、うん、なんでこのウィングの他にその本能のサブタイプっていう別のウィングとは別のサブタイプがあると。でそれがタイプによってまたタイプ1の見え方が変わってくるっていう、自己保存的、うん、性的社会的本能っていうのが分かれますよと、うん、なのでこう結構
9つのタイプで分かれますとか言ってると、はい、もう全然9つじゃないって話ですよね。9つが2つのウィングがあってそこがさらに3つに分かれるみたいな、だから結構深いですよね。でそこに健全度とか関わってくるとそうですよね、そう統合の方向だとか分裂の方向だとかただこのエニアグラムを知ることで、うん、まあ、まずは自分が分かる、うん、自分が分かる、で自分がどう行動したらいいか分かる。このサブタイプでいえば自分の欠落しているところをちょっと意識しましょうって、エニアグラムのまず健全度で落ちていく方向が分かるのと同時に、本能的にも欠落した部分が把握できる、ちょっと意識しなきゃいけないものっていうのが分かる、はいはいはい、でその統合の方向とか分かれば自分はこういうふうな目標が、うん、はい、そうですね、生まれるみたいな、はい、でそうすると自分の行動が分かる、自分がどうしたらいいのか、そう、あ確かに、うん、今僕は不安を手放して、手放して勇気を持って仲間を助けてると思えば、うん、あ、じゃあ今は健全度が高いっていうことですよね。そう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 、でこう不安が募ってきた時にはちょっとこれではちょっといけないっていうのを意識しなきゃいけない。不安が募ってもう3のように、うん、もう急に猛烈に何かをしだすっていうのはちょっと無理が来てるよっていう、うん、そうなるとちょっと不安を手放して9のように行動してみようっていう意識ができる、はいはい、タイプ6のタイプ6の方で、はい、タイプ6の人がいれば、はい、っていうなんか自分の行動が分かる、で自分が成長する方向が分かるみたいな、うん、で例えば僕の9だったら、はい、快適じゃないですか、はい、快適を求めてる、はい、だけどもうちょっと努力したらもっと快適になるみたいな、だけど今のところでこう行動せずにとどまってしまうっていうのが怠惰みたいなところじゃないですか。だから9の自己保存的本能の人はちょっと強そうですね、うん、強そう、だから本当にそこから動かないみたいな、だけど3のようにもっと目標を立てて計画的に動いていけば、うん、もっと快適になるよって話じゃないですか、うん、っていう自分の取るべき行動っていうのが分かって、はい、気をつけなきゃいけない行動も分かって、はい、っていうのがこう素晴らしいところかな、はいはい、エニアグラムの、はい、でまあ、あとは人が分かるですよね本当に、まあ、あまり人に言っちゃいけない、言っちゃいけないけど、はい、本当認めてあげることができる、あ、なんでこの人はいつも不安不安って言ってるんだろうって、不安不安って言ってるんだろう、あ、タイプ6だからかってそうするとだからかって言われたよそうすると、はい、あ、この人不安なんだなと思ったらその不安を解消しようって、あ、耐久級っぽいそれ不安を解消してあげればこの人の不安がなくなって、はいはい、まあ、行動できるようになるかもしれないし、発散すれば多分発散すればスッと収まるので、そういう、まあ、例えばタイプ8とかだったら、あ、この人 何も言わない方がいいってそう、今はちょっとそっとしておこうとか、はいはい、っていうエニアグラムを知るまでって結構みんなこう思ってるって思うじゃないですか。いや、もう自分が世界ですよ。自分が世界なんですか。みんな僕がいいものをいいと思ってるに違いない、うん、違いないと思ってるじゃないですか、はい、だけどそうじゃないっていう、そうじゃない、そうそうじゃなかったでなると結構許せたりすることも多い。あ、そうですね、うん、僕エニアグラム知って、うん、あ、多様性ってこういうことか、そう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 みんな違うんだっていうのが本当にこう分かってくるっていう、はい、なぜ違うのかっていうのが分かりますね、うん、はい、そうするとこう自分のことが分かって他人のことが分かると、はい、結構コミュニケーションうまくいくみたいな、うん、そこが尊心につながるんです、尊心につながる自分を知って敵を知るっていう、そ う, そ う, そ う, そうなので結構難しいですけどね、人を知るっていうのはタイプ判別みたいなのは、はいはい、タイプ判定、人のタイプを判定するのは難しいですけどね、はい、隠してる部分もあるし、まあそうですね、そうそう、こうやって振る舞ってればいいんでしょって演じてる場合もありますしね、うんうん、演じてる場合もあるし、結構先入観とかもあったりするじゃないですか。ありますね、はい、うん、なんかこうしかめ面してるのを見ただけで、あ、この人タイプ8かなとか思ったりするんで、はい、その辺がちょっと難しかったりっていうのはありますけど、なのでこう本当にその人のことを知ろうって努力しないとなかなか知ることはできないので、うん、そこもまたコミュニケーションで仲良くなる、うん、あ、そうですね、うん、というの、はい、基本的本能、うん、次からはなんでタイプ1、タイプ2、まあ、それぞれの基本的本能別の、まあ、特徴をお話しできればなと思っております、うんうん、はい、大将ありがとうございました。ありがとうございました。ストレートエニアグラムの人気も高くチャンネル登録もどんどん伸びております、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします